2024年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、16年前から見とっている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。特にチャンネル登録がモチベージに重要だから、視聴して気に入ったらどんどん登録してくれよな。1日10人が目標だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国、深刻な韓国株式市場の、低迷、韓国のアリも、自国市場を素通りして、東京市場に殺到。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国、おかしいな。ムンジェイン前政権の頃は株価が、下がれば下がるほどアリと呼ばれる韓国の、個人投資家が、サムスン電子やヒュンダイ自動車などの韓国株を、買い支えていた。韓国メディアはそのアリの、行動には愛国心や、自国企業を支えようとか、そういう意思が感じ取れるかとか、褒めていたのだが、現在は全く事情が、異なる。韓国の個人投資家が韓国株を、投げ捨てている。これは、ここ1ヶ月の投資主体別売買動向を、見ればすぐにわかる。まずはそこを見ていこうか。これがここ1ヶ月の投資主体別売買動向だ。注目なのはほとんど売り越しで、外国人投資家が韓国株を、買っているってことだ。韓国の個人投資家が韓国株を、投げ捨てて、これは日本株に投資している証拠となる。だから、コスピはここ1ヶ月の数値はほとんど、変わらないのに、日経平均だけは39,910円と、4万円目前となった。ついでにコスピも見ておこうか。これがコスピの1ヶ月のチャートだ。確かに1ヶ月前より、株価は上昇しているが、これは外国人投資家によるものだ。2500から2642ということは、5% 程度の上昇しかしてないが、日経平均株価やダウが、過去最高値を続々と更新しているのに、韓国株が超低迷しているのがわかるだろう。それで2月に韓国政府が、日経平均株価が最高値を更新しているのが、悔しくて、コリア、ディスカウントされてる株価に、対してバリューアッププログラムを、発表した。これはすでに取り上げたことだが、バリューアッププログラムは投資家にとって、期待外れで楽に投げ売りされていく、結果となった。それでは今回の記事を引用していこう。ただ、今回の記事は6ページもあるので、その中で一部を抜き出して、引用していく。実際、他に書いてあることはバリューアッププログラムが、失敗したこととか、韓国アリの経緯などといったものだ。では、引用しよう。韓国人投資家に日本証券市場ブームが、起きたのは2022年8月頃からだ。世界的に金融引き締めが、行われる状況下で、日本だけは金融緩和政策を、維持したため、円安基調が一層進んだことから、為替差益を狙った投資商品が、人気を集め始めた。その後、中国の経済危機のニュースが、韓国を覆うと、多くの韓国投資家は、中国証券市場を、離れ、日本証券市場に殺到する。ボックス圏から抜け出せない韓国証券市場に、嫌気がさした投資家も、日本証券市場に本格的に、参入している。韓国内の投資家の証券関連予託と、決済業務を担当する韓国予託決済員、KSD イコール日本の、証券保険振替機構、JSDEC に、あたるによると、韓国人投資家、機関投資家を含むは今年1月の、1ヶ月間、日本の証券市場で、計3億4152万ドルの、買い越しを記録し、昨年同期6075万ドルより買収規模が、5倍以上増えた。上場投資信託 ETF を、除いて最も多く買い入れた銘柄は半導体装備企業である。東京エレクトロンで、他にも半導体関連銘柄が、人気を集めている。最近、韓国ニュースで毎日のように、
言及される日本の半導体、機が、彼らの投資心理に影響を及ぼしているようだ。ちなみに、韓国人投資家の最大の海外投資先である米国証券市場は、今年1月の1ヶ月間、120億9218万ドルの買い越しを記録し、昨年同期より 34.56% 増えた。一方、韓国証券市場を見ると、大規模な投資家離れの兆しを見せている。前日の韓国予託決済院によると、今年1月1日から2月20日までの間、韓国人投資家らは、韓国証券市場で、9兆1105億ウォンの売り越しを記録し、資金流出が尋常でない状況だ。なかなかボックス圏から脱出できない退屈なラリーが、主な原因として指摘される。韓国証券市場は新型コロナ、パンデミック時代だった2021年8月5日、最高値コスピ指数 3296.17 を記録したが、以後下落を繰り返し、ずっとコスピ2700台を基準にボックス圏で騰落を繰り返している。今年1月に入ってからは、なんと 6% もコスピ指数が下がり、グローバル株価指数の中で最下位を記録するなど、投資家にとってあまり魅力的でない証券市場となっている。前日、予託決済院によると、2022年末基準で、韓国の株式投資人口は約1400万人。韓国の全体人口が5175万人程度なので、新生児まで含めた全体韓国人の約 36% が株式投資をしているわけだ。経済活動人口が2880万人程度だから、働いている韓国人の2人に1人が株式をしているということになる。そのため、韓国人が集まるとどこでも、株の話で花を咲き、選挙シーズンになると、政治家テーマ株、特定政治家と縁のある銘柄が、急騰し、内閣の長官らの、人事聴聞会では、ほぼ毎回株式口座疑惑が、問題に浮上する。40日後に迫った総選挙でも、株式投資家の良心を、得ることができる政策は欠かせない。引用は以上。それで、まずは日本株に韓国人が殺到していると。これには日本円に投資した投資家と、半導体関連に投資した投資家とは明暗が分かれている。ドル円はそろそろ円高になるだろうと、大量に買い込んでいたら、未だに円は、150円であるので、多くの投資家は円投資では大損失となっているはずだ。一方、半導体関連株は NVIDIA のおかげもあってどれも好調である。早いうちに投資していたら儲けているだろう。韓国でも日本半導体関連株が人気あると。それならサムスン電子や SK ハイニックス買えばいいじゃないか。でも、買わないんだよな。まあ、当たり前ですよね。理由は簡単だ。韓国株が低迷しているからだ。これも以前に述べたが韓国のコスピはずっと2700を超えられない。そんな株価を見て好調な日本株や米国株に投資するのは当たり前ですよね。今年1月1日から2月20日までの間、韓国人投資家らは韓国証券市場で9兆1105億ウォンの売り越しを記録し、資金流出が尋常でない状況だ。なんと個人投資家は一斉、投げ売り状態だと。その反面、外国人は明らかに仕込んでいるんだよな。おそらく選挙前に高騰すると予想して、先に買っておいて上がったところを投げ売りする算段だろうな。経済活動人口が2880万人程度だから、働いている韓国人の2人に1人が、株式を、しているということになる。しかし、韓国人って博打好きだよな。働いている韓国人の二人に一人が株式をやっているそうだ。投資するのは別に良いが、韓国人の場合はできるだけ借金して投資するからな。一攫千金を狙うなら軍資金が多い方が良いのはわかるが、それは失敗したら、あとは地獄でしかない。
何度も述べるが、投資は余剰資金でやるものであって、借金して人生をかけてするものではない。まあ、特性例狙いを期待しているのかもしれないが、今の韓国政府の財政は火の車。毎回、借金をチャラにしてくれるほど、甘くない。韓国人が集まるとどこでも、株の話で花を咲き、選挙シーズンになると、政治家テーマ株、特定政治家と縁のある銘柄が、急騰し、内閣の長官らの人事聴聞会では、ほぼ毎回株式口座疑惑が、問題に浮上する。40日後に迫った総選挙でも、株式投資家の良心を、得ることができる政策は欠かせない。韓国政府は選挙票を、期待してから売り禁止にしたのに、韓国株は低迷したまま。だから、バリューアッププログラムで韓国株を、上げようと必死だったわけだが、それも大失敗。結局、財閥票欲しさに規制改革も、できずにどうでも良いものだった。これでユン氏が4月の選挙で、勝てる可能性はかなり低い。与党が惨敗して一気に、霊夢ダックとなるのか。まあ、何でも良いが、ユン氏は言動がつまらない。アホで無能すぎて国民との、対話もできない。イシストによって9000人の、選考委が辞職届を、出す事態となったことでもそれはすぐにわかる。彼は貢献力で国民を、抑えれば従うとか勘違いしている。でも、それは民主主義ではないだろう。それで、最後は株関連のついでに、韓国ではエンタメ株が暴落していることがわかった。エンタメ株といえば、BTS とか、韓流コンテンツ関連だ。世界で大人気のはずなのになんで、株価は暴落しているんですかね。韓国政府の予算がなくなって、エンタメ支援ができなくてアルバムや、チャート操作につぎ込む、金がなくなったから？最初に答えを出してはいけない。では、引用しよう。マリサ、あとはお願い。おう、どんどん読むぜ。3月0日、コリア、ウェイブイ、韓国エンターテインメント銘柄の投資家たちのため息が、絶えない。中国の K-POP ファンの、アルバム購買力が低下し、アルバム市場の成長鈍化の、懸念が続いているためだ。四大事務所の株価はすべて、下降曲線を描き、多くは 20% 以上株価が、下落した。しかし、最近になって一部ポジティブなシグナルが、出てきて、エンターテインメント株反動の、可能性も指摘されている。韓国取引所によると、エンターテインメント株の最大手 HYBE の、株価は今年に入って、2月28日時点 13.49% 下落した。JYP エンターテインメントマイナス 26.46%、YG エンターテインメントマイナス 17.78%、SM マイナス 13.68% など、4大事務所の株価に相次いで、赤信号が灯った。これらの時価総額は、昨年末16兆4712億ウォン1ウォンイコール約 0.11 円から前日、ともに17日13兆7377億ウォンへ2兆7335億ウォン 16.59% 減少した。アルバム販売量の減少により実績が、ピークアウトしたという指摘が、投資心理に冷や水を浴びせた。昨年11月、中国への依存度が高かったストレイ、キッズや、ASPA の初動販売量、発売1週間の売り上げが、減少したのに続き、今年1月にも ITZY、NMIX の初動販売量も、減少し、K-POP 全般への消費者心理が、低下したという。今年を揺るがしたテーマからも、完全に阻害された。年明けから韓国証券市場を、主導してきた人工知能 AI 半導体旋風と、バリュエーション企業価値評価アップ、プログラムの期待感による低 PBR 株価純資産倍率テーマ、そのどちらにも、エンターテインメント株は絡めなかった。主要アーティストたちの活動もなく、状況を逆転させるきっかけもつかめなかった。全般的な業界不振に、歴代最大の実績というタイトルを、付
けても、株価は低迷した。HYBE は昨年第4四半期の、売上高6086億ウォン、営業利益893億ウォンで、前年比 14%、76% 増加し、過去最大の四半期利益を、記録した。しかし、株価の反応は翌日マイナス 7.31%、2日後 0.00% と、冷ややかだった。春到来への期待感。ただ、最近になってインター株の、冬が過ぎ、春の日が来るという期待感も、出てきている。一部ポジティブなシグナルが、出たからだ。新刊投資証券の地、インヘ研究員は最近発表した反撃の、条件レポートで、エンター業種は明らかに、売られすぎ、セクターであり、実際のファンダメンタルから見ると、確実に割安の状況と分析した。これまで業界不振の原因だったアルバム初動販売量が、一部改善された。これまでカムバックするアーティストごとに、アルバム初動販売量が、逆成長する姿を、見せたが、2月23日にカムバックしたプワイスは違った。プワイスのWith You、DH は1日目に、約75万枚の販売を、記録し、従来の記録である、12枚目のミニアルバムレディー、B65 万枚の、記録を更新し、キャリアハイ、キャリアの中で最高を記録した。アルバム販売が不振でも、グローバル音源、ストリーミングの、高成長で実績上昇が、可能だという見通しも提起された。HYBE によると、買収した海外レーベルは昨年、1502億ウォンを、売り上げた。これは HYBE の韓国レーベルが、韓国国内での売り上げである405億ウォンと、海外売り上げ1071億ウォンを、上回る水準だ。この上、音源、ストリーミングの成長で、現在議論されている中国、初の、アルバム販売減少という懸念を、払拭できるという見通しも、出てきた。地研究員はたとえアルバム販売が、減少、停滞しても、グローバル音源、ストリーミングの、高成長で音楽事業部の、実績上昇トレンドが、可能であり、今後、音源、ストリーミングがアルバムを、追い越すことになれば、マージン改善まで可能だろうと、予想した。今後、アーティスト活動も続く。HYBE ではガールグループの、アイリットがデビュー予定で、JYP では1月に米国、現地でデビュー V チャから、ネクスジ、ラウドが出てくる。YG 所属のベイビーモンスターは4月1日、メンバーのアヒョンが、復帰した7人組の活動を、予告した。SM は NCT 最後の、ユニットである NST、WISH が、今月から活動を始め、新人ガールグループも立ち上げる。6月にはグループ防弾少年団 BTS の、ジンが除隊する。引用は以上。エンターテインメント株の最大手 HYBE の株価は今年に入って2月28日時点 13.49% 下落した。JYP エンターテインメントマイナス 26.46%、YG エンターテインメントマイナス 17.78%、SM マイナス 13.68% など、4大事務所の株価に相次いで赤信号が灯った。これらの時価総額は、昨年末16兆4712億ウォン1ウォンイコール約 0.11 円から前日、共に17日13兆7377億ウォンへ2兆7335億ウォン 16.59% 減少した。投資家というのはその企業の将来性というものをしっかり見ている。特に外国人投資家は顕著だ。それなのに軒並みエンタメ株が暴落している。これでアルバムの売り上げが落ちたからとか。そういう問題じゃないだろう。韓国政府の宣伝費がなくなれば、見向きもされない K コンテンツとやらに、投資が集まるはずなかろう。ニュースは以上。霊夢、エンタメ株が持ち直すとか言ってるが？ああ、嘘よ。だって、韓国株はどれもダメなんだから、エンタメ株だけ持ち直すなんてないわ。
大体聞いたこともないアーティストが、デビューしたところで、それが売り上げに貢献するわけないわよ。完全にオワコンよね。宣伝費が尽きたんでしょうね。Kコンテンツは相乗効果が、すごいんだろう？なんで本業が大暴落しているんだよって、突っ込むのも野暮なのか。彼らは見たい景色しか見ようとしないわ。現実を直視するとおかしくなるから。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。